はい、おはようございます。カンパパです。ここはですね、陣馬高原下のバス停です。今日はね、そういうことで、陣馬山に登ってから、縦走して、高尾山まで行って、そこからまた降りるという感じで、山登りを楽しんでいきたいと思います。正直言うとね、東京方面の山ってね、今まで圏央道ができるまでアクセスが悪かったんで、もうほとんど来なかったんですけど、来たら来たでね、すごくいいところですね。僕ね、よく買うままに食わず嫌いって怒られるんですけど、登らず嫌いというか行かず嫌いということで、圏央道ができたんで、高尾山も、変な話、もう2時間もかかんないんですね。1時間半ぐらいで来ちゃうんで、このように来れるようになりましたけど、その中で今日はね、陣馬山ということで、こちらも初めてです。ぜひいい動画がね、撮れればというふうに思ってます。この分岐だね。そうだそうだ、ここ登っていくと和田峠ですね。で、今日はね、こっち行きます。いやー、すんごい湿気。梅雨だからね、しょうがねえっちゃしょうがねえんだけど、これで気温がね、ぐーっと上がってくると、いや、地獄のような参考になると思います。今日は涼しいからまだいいけどね。分岐を登ってきて30分ぐらいなんですけど、急登が終わって気持ちがいいね。尾根歩きになりました。いや、金峰山の疲れがだいぶ残ってんだね。足がね、本当重く感じた。でもね、尾根出て風通しも良くなったんで、楽しく歩けると思います。山頂はね、 0.4 キロ水平距離で、あと5、6分ですかね。はい、行ってみたいと思います。はい、空が明るくなってきました。いやー、梅雨の合間のね、すごくラッキーな日に登れましたね。はい、この感じだともう山頂かな。おお、あれはもしや。馬が見えますね。はい、これが有名な白い馬ですね。はい、9時10分、はい、陣馬山です。すごいな。
陣馬山の山頂を降りてこっちですね、妙峠、あと影信山、こっち方面に向かいたいと思います。ああ気持ちのいい風だわ。いや気持ちよくてしびれっちゃうよこれ。まあ、この尾根道を伝って高尾山まで縦走するわけなんですが、とりあえずまず向かうところですね、妙峠、先ほどね大和高原地図見てたんですけど、だいたいですよ40分ぐらいだそうです。こっちか、左側だね。うん、そうこっちの道ですね。まずね、あの陣馬高原下から陣馬山の山頂までは、まあ、かなり、まあ、急登というか木の根っこをねよく踏みしめながらぐーっと一気に登っていくコースなんですが、あの体を相当慣らしとかないと結構きついと思いますよ。まあ、特にね僕はあのこの間の登山疲れがまだ取れてない中で登ってるんで、ちょっとふくらはぎがピリピリしたまま登ってきましたけど、十分ね準備運動してから登った方がいいと思います。ただやっぱその分ご褒美がでかくてですね、いやあの陣馬山の山頂、まあ、いろんな人のブログとか YouTube で見ましたけど、やっぱり実際行ってみるといいですね。正直言ってね、この間のあの金富山もそうなんだけど、こっち方面の山ってあんまり関心がなかったわけですよ、正直言うとね。だけどいいわ、感動したわ素晴らしい。ちょっとねカブママがねちょっと用事があって来れなかったのが残念なんですが、まあ、ぜひねカブママ連れてきてあげたかったですね。風が気持ちいいね、とにかくあのトレランの人がねよく通るんだけど、道が整備されてるし大きいアップダウンもそんなないんで、まあ、トレランにはいいんかもしれませんね。僕トレランのことはよくわかんないけど、分岐かな、ああそうですね、あこっから陣馬高原下バス停に行けるんだ、かなりきつそうだけど、はい、まあ、今通行止めになってますね、林道崩落のため。はい、妙峠の方に向かいます。あと 0.4 キロだって。ここはなんだ、ああ妙峠ね、はい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 、あ妙峠じゃや、なんかいないね、でこっち行くと相模湖、おおイステーブラいっぱいある、まあいいね、休憩スポットになってますね。はあ、味噌汁飲みたいね。5分ぐらい休憩しましたけど、高尾山に向かいます。今日のね、こっち縦走するにあたって、まあ事前情報としてですね、この縦走路の途中に、まあ、いくつかお茶屋さんがあってね。で、そのお茶屋さんで、まあ、飲み物以外に、なめこ汁とか、まあ、その辺がありつけるというようなことだったんですが、陣馬の山頂で、僕の動画のファンの方にね、偶然お会いして、まあ、その際いろんなこと聞いたんですが、平日はやってないですよって言われちゃいましたね。
まあ、土日は間違いなくやってるそうなんですが、まあ、行ってみないと分かんないかなということでした。ただ今日は暑いだろうね。なんかね、30度になるって予報ではなこと言ってたら、あら、明るいとこ出たよ。いえ、暑っ。こんな感じのところしばらく歩くようですね。はい、道所山100メートル行ってみようか。本当はねこっち行くんですよ。せっかくですから寄ってみましょう。あれかな、なんか見える。はい、高尾陣馬自然公園道所山、標高733。はい、タッチ。これが基準点か。三名板とベンチが2つ。もちろん誰もいません。はい、じゃあメインルートに戻りたいと思います。そろそろ腹減ってきたな。影信山でなんか食べれればいいですけど。はい、うわー、長い階段。あと5分ぐらいでね、影信山なんだけど。しかし歩いてんな今日はな。いやいやいや、すごい。はい、じゃあ12時18分ですね。はい、影信山でだいぶゆっくりしちゃいました。ずっとね、影信山出てから結構急な下りですね。じゃあ、結構マジでね、結構急だよこれ。ここはなんだい。小仏峠ですね。はい、12時43分小仏峠です。とね、ここ今ここでぐーっと白山通って高尾山に行きます。
これ有名なんですか。こぼちゃけお約束ですから。あ、本当？あ、そうなんだ。ああ、開けたね。なんだ、すげえアンテナ基地になってる。城山です。はい、小仏城山です。はい、なめこ汁をね食べようと思ったんだけど、もう疲れて遭難寸前なんでとりあえずコーラでドーピングします。ここでもかなりゆっくりしちゃいました。ここにねお茶屋さん2つあるんですけど、なんか両方とも休みでした。なんか楽しみにしていたなめこ汁とか、その辺が食べられなかったんで、まあしょうがないですね。はい、じゃああと1時間ぐらいですかね、入ってみたいと思います。一気に道が良くなったね。これ板っ張りになった。まあこれがずっと続くかどうか分かんないんですけど、非常に歩きやすくていいです。いやー暑いですね。今がね1日で一番暑いかもしれない。あ、ここはねちゃんとトイレがあるんだわ。あ、でも故障中じゃん、ダメだよ。でもねちょっと憩いの場みたいになってますね。うん、これもやっぱり高尾山が近づいてきたから設備が整ってきたんでしょうね。はい、あと 1.6 キロ。お？お？おう、なんか化け猫が。ああ、これが言ってた階段地獄っていうのは大ボスが控えたね。うわあ、まだあんだよ。階段地獄終わったよ。はい、2時23分、はあ、やってきたよ。
いやでもよかったもう疲れて死にそうなんですけど、お疲れ様でした。それではですね、これで重曹終わりたいと思います。はい、どうもご視聴ありがとうございました。